有坂蔵有坂蔵から1941年1月19日は、日本海軍の軍人、最終階級は、海軍造兵中将。工学者、海軍造兵省長、東京帝国大学教授。環状諸支配下支線養水法部新薬、有坂千吉の次男として生まれる。1887年9月、東京帝国大学工科大学に入学し、 海軍技術学生となる。同大学を1890年7月に卒業し、フランスに留学。翌年1月から落ちキス側社法製造所で、就学する。1893年12月に帰国し、海軍将棋士に任官。造兵賞製造課士官、五仮説兵器製造所製造士官などを歴任。1898年から1900年まで造兵監督官として、 イギリスに出張。クレ造兵省製造課士官、クレ交渉造兵部部員、海軍省出資、クレ交渉造兵部長などを歴任し、1909年10月、造兵代言に進級。クレ交渉方向部長、関西本部出資、海軍技術本部員、造兵省長などを経て、1915年12月、造兵総監、1920年12月、 造兵中将に進級した。1923年3月、予備役に編入され、1935年1月に退役した。軍務に就く傍ら、東京帝国大学においても、教弁を取った。1902年2月から1923年3月まで、工科大学及び工学部教授。1923年4月から1925年8月まで、 工学部教授を務め、1926年6月、名誉教授となった。また、1902年11月、工学博士号を取得。学士委員会員でもあり、帝国産素社長にも就任した。ありがとうございます。